テルシオペロは、鎖ヘビかヤジリハブ属に分類されるヘビ。有毒。別名、テルキオペレ。中央アメリカハブ。究極のピットバイパーと呼ばれることもある。北アメリカ大陸南部、南アメリカ大陸全長は100から200センチメートルで、最大は2.5メートル。オスよりもメスの方が大きくなり、体重も6キログラムに及ぶ。毒牙の長さは2.5センチメートルに達する。 体色は茶褐色の地肌に大きなダイヤのような反紋が並ぶ。そして頭の脇に黄色い横線が走る。頭部は三角形で、側頭部に黄色い筋模様が入る。幼蛇は色彩が青蛇よりも鮮やか。オスには尾に黄色い部分がある。本種の毒は非常に強烈で、その主成分は出血毒である。一瞬の毒の注入で、 人の血資料の毒を体内に打ち込むことができるため、本種はヤジリハブと共に中南米では最も危険な毒者と言われる。性質が荒く、活動も機敏であるため、屋内での交渉例も多い。また、死に至らなくても、その出血毒の作用で患部が越死することも少なくない。主に森林地帯に生息し、地上でも樹上でも活動する。夜行性で、 日中は落ち葉や茂みの中で休む。鼻のすぐ下にあるピット期間で獲物を見つけると目にも止まらぬ速さで毒がを獲物に突き刺し一瞬で毒を打ち込む。そして次の瞬間には元の体勢に戻って次の攻撃に備えている。かつては海坂の足とされていたこともあったが現在では別種となっている。植生は動物食で哺乳類や鳥類、 爬虫類、カエル等で、ムカデなどの節足動物を捕食することもある。ありがとうございます。